はい、どうもピーパパです。今時間の方は9時46分です。今からですね、実はお出かけをするんです。もうすでにひーくん、梅ちゃん、たけちゃんは乗ってます。で、車の中はですね、実は荷物だらけなんです。ご覧の通り、すごい荷物の数です。あそこにカメラも転がってるんですけど、実は明日は、お楽しみのわらわら会ということで、その準備のために今からスタートします。はい、皆さん、アレクサのこれつけました。アレクサ、説明しかけて。いや、便利ですね、これは。この先、料金所です。その先、左方向、舞鶴方面です。ミキのサービスエリア着きましたけど、すっごいガスってます。おしっこタイムです。痛かんの、お腹よしこし。おはようございます。朝から、雨はもうとっくに やんでるんですけど、ちょっと曇ってます。今、本当はドクラン行けばいいんですけど、足元がまだ湿ってますので、ここで散歩してます。ちゃんと挨拶できるの。ダイヤモンド感じこでしょ。みんな破産するから。では、お花取って。以上から
のお花。芦屋の部署からね。ありがとうございます。芦屋の方の、はい、おめでとうございます。見せたってや。じゃあプレゼント公開ということで。愛を込めてミュージー。すごい。あ、かわいい。大好きなアメリカンですね。はい、大好きなものを、まあ、リボン取っていただいても。はい。あ、レンジでチンするやつや。はい、これから、もう目を酷使してると思うんで。これからね、これからまだまだ酷使します。あの、変な字使わんように。はい、わかりました。あ、何これ。開けてみて、お持ちいたしました。はい、お願いします。ありがとうございます。これはもしかして私の大好物のカードも入っているんですか？はい、そうです。ありがとうございます。なんか私のための会みたいやな。ごめんね。おめでとう、マロカフェ。還暦の63。長いや、いいっていうね。え、梅之助があるの？いいです。これはさくらの父ちゃんが見つけてくれたんです。すごい。うわ、すごい。梅之助。松之助の次は梅之助です。ありがとうございました。そして誕生日カードもございます。こんな感じにしといたらいいですか？ありがとうございます。すごい。すごい、誰が作ってくれたんやろ。ありがとう。はい。ありがとうございます。今日私の誕生会みたいな。いやいや、笑わなができるのも松原のおかげなんで。ありがとうございます。じゃあこれで。あ、ちょっとその前に。私の開ける。俺一番大事やん。ありがとう。いつもながらありがとう。いつもバック。あの、絶食してんの。一日一食生活。うまい。